はい、ではショッツル鉱山ガチエリアを一足ガン積みのプロモデル RG でやっていきましょう。ちょっとおやつ休憩を挟んで、お尻の座り直しも含めて休憩を取ったので、さあここで調子が戻っているといいなというところですね。代わりにテンションもリセットされているので、そのあたりはどうなるかわかりませんが、まあじわじわやっていきましょう。おーんと、スプラコラボがやられている代わりに、こちらもクワットがやられてしまっている。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。はい、いらっしゃいよっ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。うん。オッケー。一瞬だけだったか。我らの天下は。これいますね。あ、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる上にめっちゃリード取られてるし。終わる。終わらない。終わらない。待ってくれ。あぶねえ。なんだ、なんか相手の球が出がすごい悪かったように見えた。ジャムってたのか。なんかすごいポトポトポトってしか出てなかったような感じだったけど、気のせいなのか。あ、こっち見てる場合？今頃あなたはスプリンクラーによってエリアが塗られていることに気づいていなかったのさ。はい。こっちいる？いない。じゃあ角に隠れて。こっそり、こっそり、こっそり、こっそり来ましょう。あ、めっちゃ来てる。バレてる。代わりに。はい、こんにちは。どうも。はい、どうも。はい、どうも。ちょっと待って。どこかへ行ったあの、ボールドの所在が怖いな。また一瞬で止められるな。やめて。来ないで。私を見ないで。はい。ザップはいなくなった。でも、俺を追いかけていたのがザップだったのか、スプラシューターだったのか、定かではない。これですね。スプラシューターですね。待って。これはまずいか？こっち見てる場合か？めっちゃこっち見てるね。めっちゃこっち見てる場合だね。とりあえず下がってください。めっちゃ来るな。なんでそんな俺の方来るの？あー死ぬ。待って。間に合った。すげえ狙われるんだけど。あれか、エリアだからか。エリアだから金毛で潰しゃ勝てるだろうみたいなノリがどっかにあるんでしょうか。うわばばばばば。それともただ単純にこいつかもやわ、みたいなテンションなだけなのか。ちょっと待ってね。では、スフィアを使わせていただこうじゃないか。はーい。ストップして。さて。よいしょ、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 よいしょ。ここを一足の力で塗っていきたい。ちょっと待って。めっちゃいるんですけど。これは間に合わないか。お、ナイス。だからちょっとここが止まらないか。ならば私はこちらへ。私は左へさっと塗る。行ってくれ。ちょっと待って、下にボムがある。届いちゃった。だが俺を追いかけていたやつは倒された。エリアが、お、ナイス確保。ここは結構重要なポイントだな。お、いいか、いけるか、イカちゃん。いいね。よしよし、ここでリードとりあえず取れないと、ここから逆転された時もうまくいかなくなりますからね。よいしょ。おっとっと、めっちゃ来てる。やめて。帰りたい、帰りたい。お待って、お待たせー。やった、死亡フラグを回避したぜ。フラグ立ててなかったからな。そんなにこちらが重要かい。オッケー。アーマーがあっても無理だったというわけだな。さすがにあの距離は無理だったようですね。オッケー、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 ナイス。いいよ、いいよ。奥に投げて。俺が止める。危ない。なんかすごい、ゆったりでしたけど。お、ナイス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 。いいね、いいね、いいね。ここは、一足の、スペゾーで、行かせていただこうじゃないか。お、ナイス、止まってる。いいんですか？動きませんよ。危ない。じゃあここ塗ってもらって。待って、俺が取りたい。2発しか当たってない。おー、ナイスナイスナイス。行くよー、一足だよ。一足プロモデラーだよ。オッケー。あ、間に合い込んでる。着地でしょ、あなた。わかってるよ。はーい。でもバリアがなければやられていたとは。オッケー。ちょっと突っ込み方焦りですね。まあ、ここまでカウント進んじゃうとどうしても焦りますよね。一足。対面性能は実際上がっているのか、これ。いや、うわー、カーリング嫌な位置で来たな。ジェットパック終わり際のは倒してくれていたみたいなので、そこのおかげでものすごいカウントの差が出てしまったわけではないか。
これちょっとガンガン来ますね、これ。スイ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 と塗る。一足で塗らせていただくよ。オッケー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 。一応は対面性能の上がりが結構効いてるような気がしないでもない。ダメか。ボムの判定が横にも広かった。さあどうなる？ここがラストチャンスよ。もう一人倒したかったな、これ。あ、やばい。見られてるよな。ちょっと待って。まずいか？時間の、お、ナイスナイス、終わった。さすがに、あそこで全滅すれば終わりですね。いやー、ギリギリ。よいしょ、やっぱ途中で、何かしら一方的にカウントを稼げるタイミングがあると、それだけで大きいですね。一気に奪い去るっていうのができないですからね。よーし、とりあえずこれで OK ラインさえ行けば、いい調子になるぞ。でもなんか、あんまりそういうこと言いたくないんだよな、なんか、すごいフラグになりそう。ハコフグ倉庫へ帰ってきたぞ。ハコフグ倉庫で勝った記憶ないんだけど大丈夫かな。いや、一回あったか。一回は最低でもあったので、なんとか勝ちたいところですね。さあ、行くよと。さあ、一足の塗りパワーをもっと活かすべきなんでしょうけど、結局なんか、最終的にはスプリンクラーに頼ってしまっている動きが結構ある感じですね。スプリンクラーとの併用を前提にした動きの方がもっと相性はいいのかもしれないですね。いいですよ。あなたに逃げ場はないのだ。オッケー。これがオペレーションユニゾンです。ご覧いただけたでしょうか？行くかな？ちょっとここに設置して、なんか上から撃ってくるやついるぞみたいな。警戒心を少しだけ上げておきながら、実際はそれは私のスプリンクラーだという風に言いましょう。ここだ。ここに貼り付けておくと、なんかすごいびっくりするでしょ？なんかいる。それはね、それはスプリンクラーなんですよって。後から言うことができる。はい。めっちゃ見てる。やばい。やばい。素早く隠れて。はい。スプリンクラーに紛れていくよ。こんにちは。オッケー。いいね。ちょっと待って。もう一人いた。もう一人いた。待ってってば、それは。それは俺、聞いてないです。やばい。死ぬ。ですよね。でも、すごくいい感じだったのにな、あれ。おー、ナイス。スプラッシュ歌を通してくれるの大きいよ。二人倒してんのにカウント取られてリードとかな。すごい ひどいタイミングだ、もうあったもんだなという感じですが。おー、でもリード。電話見ていた。さあ、一足の力でこの、ボムピッチャーの塗りレベルをすべて奪い去っていくのです。奪い去っていくのです。ジェッパさん、あ、ジェッパの巣を見かけたのに。待って、お待ち、お待ち。あ、甘がなければ死んでいた。危ないわ、それ。待って、回り込んではいないね。はい、スプリンクラーをここに設置することによって、意識をそらしながら、相手の裏を歩いて塗っていきまーす。こんにちは。逃げ場はないぞに迫りよ。行くぜ。あれ止まってね、嘘。そんな、ちょっと待って、後ろ来てるでしょ。やめてー。こんな場合か？全然そんな場合じゃないです。全然そんな場合ではないんですが、塗るんですー。カモンしてる場合じゃない。タツオー一人、カモンして一人。待ってくれやめてくれ。もう、俺の逃げ場がないよ。てか、めっちゃ進んでるし。なんか、ハコフグの勝率悪いな。止まんないーす。てか、3人いないってことは俺しかいないから無理だな。いやー、ダメか。せっかくスフィアで2人止めたのにな。ノックアウト取られちゃうとな、もうどうしようもないよな。やっぱ一気に進むカウントが相手にとって今回あれだったってわけですね。ただこの時間でも5回使ったのはまあまあ良かったのかもしれないんですがね。相手のがそんなに決まっていた感じはないんだけどな。はい、ガチエリア、ハコフグ倉庫でやっていきましょう。これ何戦目だったかな。もう忘れてしまったけれど。まだまだやっていくよ。
バケツが光っている。同じサブとスペシャルの相棒として負けられないな。味方にもいるけど、すごいよな。スペシャルとサブの組み合わせが同じ。このバケットスロッシャーデコはめちゃくちゃ見かけるのに、金モデの使用率だけは未だに上がらないっていうのもよくわからない状態。あれでも銀モデもエリアだと割と見るなと思ってたけど、今回いないな。ちょっとこっちめっちゃ集まってるな相手。ボム投げて、おーナイス、おーこれはうまいね。止まったのも美味しいし、相変わらずまだ右に固まってるようですね。どうなる？まずは乗って。こっちいるかな？おっと、ブラスター。おっと、ブラスターですね。裏は？回る余裕はまだないでしょう。では、位置を正確に把握しながらといったところか。ここ塗っておきたい。まず止めたい。隙間からドーンと行きたかった。こんにちは。止まってはいるから。あまりスフィアの恩恵はなかったか？失礼するよ。やめて、やめて、逃げ場がない。あ、うわぁ吸盤で逃げ場を塞いでから攻撃とは、なかなかやりおりますじゃないですか。おぉ、ありがとう。ここは止めてくれて非常に大きいが。待ってこれ。ちょっと待って、この動きは良くないな。この高台はしょっちゅう狙われるから、あまり、使ってもどうしようもないんだけど。ロンブラか。ちょっとロンブラの直撃は食らうとすごい嫌なテンションになるな。あー、しかも進められている。うん、でも相打ちか。なんとかなっているのか？ウィールガンの動きがちょっと嫌だな。一足で塗りながら、角から隠れて飛び出して。左にいる奴を全員、潰したいな。全員は無理でしょ？ちょっと大げさに盛りました。お気をつけください。危ない。エリアは半分以上じゃないと止まらないのか。止まって止まって、でもうえー、もうやっぱザップの当たり方おかしいわ。ホーミングしてるもん絶対。さて、あそこザップに当たってなかったらいけた気がするな。止まれ、止まる。うーん、また見てるな。うわー、まあ、当たんないよな。かろうじて倒した。よく考えたら俺今回キル取ってなくね。非常に危ういぜ。うん、左か。お、いいね。あー、ちょっと雨が嫌か。だからこの雨を全部潰すように一足塗りを繰り返せばいいでしょう。さーて、スフィアの餌にしてくれるわ。右から来てますね、一人。味方がやられるかどうかの瀬戸際か。こんにちは。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。まずいか。オッケー、ロンブラ。ロンブラ潰したけど、待って。やめて。ストップされてる。まだカウント勝ってないよ、見たら。でも、相手は減ってる。オッケー。おー、危ない。いいです。とてもいいです。グレートですよ。かっこいいですよ。いけるかな？左、右はちょっと警戒でもいいか。バブル割りましょう。危ない。よかった。なかなかヒヤッとする場面もありましたが、最後は気持ちよくノックアウトが取れて、非常に嬉しかったです。うん。やっぱキル数が少なめですね。スフィアはまあまあ使えてはいるのかな。今回はノックアウトの割にはいい感じでしょうか。といった感じですね。さあ、これで終わるかどうかなんですが、ちょっと待って。何戦やったかもう忘れている。ちょっと待って、あと20秒の間に確認できるか？お待ちください。多分10戦してると、あれ？あと1戦くらいあるか？1,2,3,4,5,6,7,8,9。あと1戦あるわ。はい、ガチエリアラスト10戦目、ショッツル鉱山でやりましょう。今日初めてやりましたけど、なかなか面白いステージですよね。エリアの中央だけが塗りに必要な場所かと言われたら、意外とそうでもないというか。
塗りを稼いでスペシャルを貯めやすくなる左右の場所取りも結構使いこなすとうまくいくこともありますし、そっちの方向に回り込んで後ろから取られたりとすると結構厄介ですし、ここ怖いな。ベルトコンベアで上から叩き潰してやるのも非常に面白い。このようにね。そして私はこちらをいただきます。あばよー、とっつぁん塗りエリアはいただいていくぜ。さて、そして2になってあの辺りに本来あったはずの空間がなくなってしまっている。1でもガチエリアの時はなくなってたのかな。1はあんまりガチエリアを、ガチエリアというかガチマッチをやっていなかったというのもあって、そういったところが謎めいています。気をつけて、これで一旦確保しましょう。下がらせてもらうよ。見てますね、これめっちゃ見てます。 OK、 いった。ちょっと着地が無駄ばきになってしまいましたが、内装してくれて私も救われました。これでスプリンクラーにめちゃくちゃ怯えるでしょ。これ大丈夫か、いるんちゃうかみたいな。ああ、そんなこと全然ないわ。塗りまーす、塗りまーす。よし、塗るよー。まだまだ塗るよ。ヒトソクプロモデラーの塗り制圧力をね、舐めてもらっちゃいただけませんよ。一瞬で止まるから。それはスフィアのお借りだからあまり自慢もできないわ。うわー、やめて。こうね、すごい見られているな。そして今一瞬あそこにトラップを置きましたね。トラップを置くときどうしても人状態になるから遠くから見てるとわかるんですよね、あれ。特に1でプロモデラー金モデを使っていてトラップをガンガン置きまくっていた身とするとね、すごくよくわかる。まあ、かといって引っかからないこともないんですが、やっぱ見られていないところでできるだけ引っかかると嫌な場所に置かれるとトラップは嫌っていうことですね。どうしよう、見えている罠だと対処しやすくなりますからね。こっちは怖いか、まだ大丈夫。ボムが置かれている分が怖いか。そんなあなたにこんにちは。一瞬で取り返しつつ、あぶね、なんか一瞬踏み外しそうになる。でもここから来るとやっぱりまたブラスターにと思ったけど、今はいない。周りに、あ、やばい、バレてるか。でもこちらに意識が集中する分にはまだマシ。こんにちは、こんにちは。ヒトソク、ヒトソクで塗りまーす。ちょっと待って、こちらにおびき寄せる。そんなあなたに、こんにちは。今トラップ置きましたね。多分ここでやるとピピピってなります。ここほらね。よし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 、あばば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 。お、でも、ボルト以外はやられている？今のうちに、オッケー。じゃあ、ポイズンじゃなくて、ここに隠れましょうか。いるかな？来るかな？行きますか？いいですね。いいですね。ここにもいたのか。待って。倒せてない。マジか。ダメージ入ってなかったか、味方の着地では。入った分が回復していたか、障害物に隠れていたおかげで助かってしまっていたのか。でもこっちにだいぶ集中してますね。まずいかこれは。ちょっと失礼しますね。あ、ちょっと失礼しますね。痛いですよ。痛くないですよって言わないんですよ、正直だから。正直な歯医者さんほど痛いですよって言うから。あー、やばい、クロスレーザー、はい、けーやめて。あー、まずいぞこれ、カウントリード取られる。あー、来ちゃった。残り40秒で来ちゃった。このペースだと取られそうだな。ここはいけるか？ここから来るか？もういますね。インクが足りない。マジか、メインウェポンをインクが足らないと感じることがこんなに来るとは。こちらが取れていないせいで相手の感覚がまた進んでいる。待って、一人だけ。二人いるのは反則ですってば。ちょっと待ってくれ、これ左集まりすぎ、それどころじゃないぞ今。あー、23、待ってくれ。これは終わったか。こっちにもいるしな。ちょっと逃げるけど取れる、取れたけどやばい、ラピブラで死ぬ。うーんだよな、う
うわー、せっかくいいとこまで行ったのに。これ間に合わないね。時間足らない。あー。くー、ちょっと左に揺さぶられすぎてたな、味方。俺も右行きすぎだったけど。ここもなー。ベルコンからのスフィアは結構決まるけど、エリアが2つに分かれているところが憎らしい。そして俺はやっぱキル数少ないな。スフィアの展開自体はしてるんだけど、日々入るし。さあ、ラスト一戦。いい感じの負け方になってしまった。いい感じではないな。普通に負けてしまった。というところで、反省会です。